はい、半マケの本家の半米岩尾先生です。今の人間たちのね、犯罪者というのはね、その犯罪をした仲間がね、少ないと、オウム教のようにね、簡単に13人も試験にできると、簡単にね、試験にできるんですよ。オウム教っていうのは、麻原さんとか、ね、試験になったでしょ、10月、今年2018年10月頃ね、13人試験にしたんですよ。でね、もっと悪い犯罪者っているんですよ。たくさんあるんですね。もっとね、悪いことしてる人はいるんですよ。で、それはね、なぜ捕まんないかというと、多すぎるんですよね。団体で多すぎて、仲間が多すぎるんで、捕まえられないんですよね。捕まえるのが大変なんですよ。で、多分、捕まえられないですよね。だから、もっとその麻原さんのような、悪いことしてね、やってると。もっと悪い犯罪者、死刑どころじゃない。そういうのね、仲間が多いとね、捕まえられないんですよ。ね。身の代金みたいに捕まえると誰かを殺したりしますから、組織が、仲間が多いと、ね、捕まえられないんですね。警察にも仲間がいるしね。ね。だから、役所にもね、仲間がいるんで、もっと麻原さんのようによりかもっと死刑どころじゃないね、そういうのたくさんいるの、世界にいろいろありまして、それはね、仲間が多くて捕まえられないんですよね。身の代金みたいにしてるから、簡単に捕まえられないんですね。組織、もうたくさん仲間がいるんですね。警察までいるんですね。この手が非常に多いんですよね、犯罪者、人間たちでね。捕まえられないから、もう大勢で犯罪して盗むんですよね。そういうのばっかしですね、犯罪っていうのはね。そういうことでね、もう今、そういう手が儲かるからって言ってね、たくさんやる人がいるんですね。もう警察もにもいるから、警察もやるしね、麻原さんなんかもっと悪いことするわけですよ。ね。サリンとかね、どころじゃないんだけども。仲間が多いから捕まえられないでしょ。だから、そういう悪いことして、ね、稼ぐ人が、もう後絶たないんですね。今、地球の人間たちって、それがもう難関でも大変ですね。そんなことばっかりやる人たち、そういうので食っていく人も結構多いんで、ね、本当に団体で仲間が多いと絶対捕まえられないですよね。という現状ですね。どうもありがとうございました。今、仕事の後、5時10分ですね。12月18日。どうもありがとうございました。